27番コーノミネージェの道のり。麓から 3.5 キロの辺路道を登ればコーノミネージだ。さあ、ここからさらに登るよ。歩けゴー。さあ、辺路道だな、本当に。歩き遍路はとにかくただひたすら歩くよ。止まっててもね、先進めないんで。あ、おはようございます。あ、参拝されるんですか？参拝、はい。すごい、よく来られるんですか？いや、初めて、はい。一遍は来たいと思ってた。ああ、そういうことですね。さあ、来た。27番札所コーノミネジ。27番札所竹林山コーノミネジ。3世紀頃から霊地として崇められていたこの山に、730年聖武天皇の勅命によって改装された。本堂へ続く150段の石段の周りは日本庭園として整備され、参拝者を和ませる。三菱財閥の創設者岩崎弥太郎の母が20キロ離れた安芸市から息子の開運祈願に熱心に通った場所として知られている。頂上では歩き姿の弘法大師像が出迎える。手水場に流れる湧き水はさまざまな病気が治ると評判の霊水だ。おお、冷た。ああ、冷た。すごい冷たいよ。はい、名水。よいしょ。みんなここ入れてるんですよ。導き弘法大師。ハラミタジ証券号雲海区ゾイッサイ区役者利子式不意区区不意式式即是区。じゃあもう一回お願いします。